狩谷地からは、日本の政治家。茨城県小賀市長、茨城県立小賀第三高等学校。独協大学法学部卒業。1995年、旧小賀市の市議会議員選挙に初当選。参戦した後の2005年9月12日、旧小賀市は、総和町、三和町と新設合併を行い、新生の小賀市が誕生する。 2007年4月22日に行われた新小賀市の市議選で当選。その後、第4代小賀市議会議長に就任する。2011年と2015年の市議選はそれぞれトップ当選を果たした。また現在、東京会場、日動火災保険代理店アライブ、代表取締役を務めている。2016年11月27日に行われた小賀市町選挙に出馬。 自由民主党の国会議員、県議、前市長の白戸中久などとの人脈を有利に活かし、現職の菅谷健一郎を破った。12月16日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数、119,027人、最終投票率 47.、47.42%2017 年の茨城県知事選挙では、 小谷正代高萩市長らと共に自民党推薦の新人、大井川和彦の当選に貢献した。2020年11月29日に行われた市長選挙で菅谷を破り再選。当日有権者数117,624人、最終投票率45.99%。ありがとうございます。